大坪冬彦は、日本の政治家、社会福祉士、東京都日野市長、玉都市モノレール取締役、東京都大田区生まれ、東方高等学校を経て、一橋大学経済学部卒業。大学卒業後、福祉関係の仕事を志して1981年、日野市役所に就職。市役所在職中、15年間福祉関係の部署で、働き、 1999年には社会福祉士の資格を取得した。財政課、市民税課、老人福祉課、区画整理課、生活福祉課、保育課で勤務した後、2005年資産税課長、2006年高齢福祉課長、2008年健康福祉部長、2011年から町づくり部長としてて、日野市工業振興条例制定や、 新川崎街道開通等に携わる。2013年4月、日野市長選挙に自由民主党、民主党、公明党、社会民主党、生活者ネットワークの推薦を受けて、無所属で出馬。引退する馬場博道前市長の姿勢継承を訴え、元日の一議会議員の中谷義幸を破り、初当選した。同年4月27日、正式に日野市長に就任。 同年6月より、多摩都市モノレール取締役。2016年5月、公益財団法人東京市町村自治長堺、評議員。2017年の市長選では、保育園定員の増員や、子どもの貧困対策強化等の4年間の実績を、訴え、元全日本教職員組合副委員長の磯崎、史郎を破り再選された。 2021年4月の市長選では、自民、公明、都民ファーストの会、国民民主党、生活者ネットの推薦を受け出馬。日本共産党の自主支援を受けた元市議の有が、聖一を僅差で破り参戦した。2014年1月、日野市は小金井市、国分寺市と漁師で発生したゴミも焼却処分する施設を新たに整備することで合意した。 新しいゴミ処理施設、日野市クリーンセンターは、玉川と浅川に挟まれた土地の突端に建設されることが決まった。小金井市、国分寺市からのゴミ収集車をクリーンセンターへ搬入するためには、石田大橋を経由する必要がある。ところが、石田大橋から入ってくるゴミ収集車を、玉川沿いの道路に誘導するには、橋に隣接する北川原公園の中に道路を、 通さなければならない。このため大坪は2015年12月、ゴミ収集車だけが通行するクリーンセンター専用路を公園内に作る方針を決めた。北川原公園は用途や施設整備の計画が求められる都市計画法上の都市公園だったが、市は都市計画を変更しないまま、2016年7月8日、道路整備の契約を業者と結び、 契約2億5000万円を支出した。道路は一般車両や歩行者が利用できず、平日の日中は毎時36台の収集車が走行すると想定され、住民84人によって賠償を求めた住民訴訟が起こされた。2020年3月、日野市クリーンセンターが完成。同年4月1日、クリーンセンターの稼働が開始。同年11月12日、 東京地裁は、日野市に対し、大坪に約2億5000万円を請求するよう命じる判決を下した。地裁は、専用道路には、一般車両や歩行者が立ち入れず、レクリエーションの場や避難場所の機能を持つ、都市公園としての使い道はないと指摘。大坪の判断は行政に認められた、裁量権の逸脱、乱用に当たると認定した。 2020年2月25日、新年度当初予算案を発表し、財政悪化に伴い、財政非常事態宣言をすると明らかにした。財政再建に向けた2020年度の取り組みとして、特別職の月額報酬について、自身は15%、副市長は10%、教育長は5%減額して、総額326万7000円を削減する。また、 進行中の指導整備工事を3年間中止する。ありがとうございます。